キチャンネル東京ヤクルトスワローズリーグ優勝おめでとう。いやー2連覇です。はい、順位予想当たりました。わー、サドさんそうか、1位ヤクルトにしてました。はい、お正月は DeNA って言ってたんですけど、はい、ちょっと外オースティン出遅れるってことで、うん、ヤクルト2位にしてて1位に変えました。はい、わー、そっか、まあ、見えてましたよ、もう3月からヤクルトが優勝すること。本当ですか？当たってんじゃったって。いや、まあでも3月か、本当に見えてました？見えてたね。でも2連覇するのは難しいって言いながらも、いえ、難しいけど、うん、できないとは言ってないからね。あ、そうですね。いや、でもよ、一つ言いたい、はい、遅い優勝決めるのがだってマジック40何本とか出てたのにいやー、うん、苦しかったね終盤。そうですね、この9月もね、うん、かなり苦しかったし8月も苦しかったし、はい、コロナで人がね、うん、いなくなってね、はい、時が苦しかったね。そうですね、うん、だってマジック1回もう最速でついたのに、うん、1回消えて、うん、そこから DeNA が猛追してきてね、減少してきて、あれ一歩間違ったらみたいなね、本当とこまで来たけどね、はい、踏ん張ったし、あとやっぱ今年はね、うん、全員のおかげで優勝だね。しかもコロナでいなくなった時に、うん、負けても村上だけは打つみたいなね、はい、あのなんか男気バッティング、いいとこで打つじゃないですか、うん、そう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 、あれすごかったですね。でその中でね、うん、あとはそのいなくなったところでね、はい、選手も埋めながらサンタナも怪我でいきなりいなくなってね、うん、はい、万全の状態でヤクルトは1年間戦えたわけじゃないと思う、はい、まあ、もちろん全球団ね、うん、コロナになって人もいなくなって、うん、そのやりくりね大変だったと思うけども、それと同じようにヤクルトも1年間本当に苦しい中で高津監督ベンチ含めてそのコロナで選手入れ替わってね、負けが込む時でもねなんとかかんとかしながらね、うん、ここまでやっとたどり着いて、はい、もう残り試合もほぼありませんっていう、はい、最後の最後までもつれ込みましたね。まあでもね、連覇するのは難しいからね、はい、それはすごい。しかもその中で投手陣も絶対的なピッチャーがいない中だから15勝しますとかっていうね、はい、選手もいない中で、うん、高橋奎二もね、はい、ちょっとコロナになっちゃったりとか、うん、そういったところでね、だって去年2桁勝ってる奥川投手いないんですから。そうそう、奥川なんてだって今年1試合しか登板してないからね、はい、まあ、その中で、まあ、先発ローテーションとしてはね、うん、まあ、原ジュリーとか、はい、まあ、石川ね、うん、正則さん、小川、はい、高橋奎二、うん、サイスニード、はい、小沢ね、はい、っていうところがね、まあ、なんとか投げながらっていうところだけども、うん、中盤ぐらいまでの田口のね、ちょっと終盤までだかなっていうところあるけども、田口のこの存在のね、はい、リリーフは大きかったし、うん、まあ、田口、梅野ね、で今野、はい、大西ね、うん、で、まあ、マクガフ、木澤今年出てきてね、はい、なんかちょっとコントロールなんとか言ってたけどね、うん、いい形のパワーピッチでね、はい、で清水もね、はい、打たれたとかって言うけども安定したピッチングだしね。そうですね。で、まあ、高梨ね、うん、まあ、ちょっとこの好不調の波あるけども、はい、まあ、ローテーションとして1年間頑張れたっていうのも大きいし、うん、誰かに耐えることなく全員の力で勝ち上がってきたっていうね、はい、であと何て言ってもね、交流戦優勝でかいよ。そうですね、うん、あれで一気にキューンってきたから、うん、このヤクルトの一番のすごかったところは、はい、8月もね11勝1分けだから、うん、ほぼ5割なのよ、はい、8月も、うん、で7月なんて7勝13敗だからね、うわ、大きく負け越してんだけども、はい、なんて言っても6月です、うん、6月は19勝4敗です。貯金15です。15、でもここで一気にね、うん、マジックがつくかっていうところになったけど、はい、まあ、7月もね、うん、負け越して苦しい、うん、8月は貯金1位みたいな、はい、で9月もちょっと負けが込んでるみたいなね、うん、正直7、8、9の夏はめっちゃ苦しかったね。そうですね、うん、でもね、あの6月のこの大貯金とね、うん、5月も16勝7敗1分けだから、うん、はい、5月、6月の猛攻すごかったね、うん、まあ、これが一気にね、はい、チームをこれ優勝に導いたっていうところもあるし、はい、でまあ、状態悪い時も大きく負け越さなかったっていうね、うんうん、この7月も大きかったし、やっぱ交流戦に優勝、うん、しかも俺あれだからね、うん、村上のおかげでテレビ出番待ちしてるから、はい、打ったら朝生でみたいな。そうなんですか。じゃあもう打たなかったら出してみたいな、はい、毎日待機みたいな。なかなかその王さんに並ぶとかそういう記録って今のね、うん、ここ数年出てこなかった中で、うんうんうん、すごい記録をねたくさん生みましたよね。しかも神宮で56本以上打ったら1億円のオープンハウスの家、はい、俺勘違いしてて、うん、1億円の家だと思ってて、はい、そしたら土地も買わなきゃいけないし、うん、村上まだ若いのにと思ってたら、はい、マンションらしいの。そうなんですか。マンションの方が絶対いいじゃん、うん、貸せるし売れるし、はい、うん、候補物件みたいなテレビでやってたの、はい、オープンハウスの人ここですよ、うん、はい、めっちゃいいよ。マンションの一室だから1億円のマンションの一室、うん、めっちゃいいじゃ
ないですか、うん、俺家よりそっちがいいと思って、うん、私もだからあそれ俺1億円で家って言ってたから、うん、家かで土地も買って村上若いのに、はい、そこで住んで一人暮らしで一軒家ってきつくないかと思ってて、うん、はい、じゃあ実家かなと思ってたけど、うん、マンション行けるらしい。それもうただ1億円もらってるようなもんですよ。本当にオープンハウスが建てたマンションの一室、うん、なんかあの本当一等地よ、はい、都内の、でここ方向なんか4つぐらいの棟ありますみたいな、はい、マンション等ありますみたいなの部屋子ですみたいな、うん、テレビやっててめっちゃいいじゃんと思って、神宮からはこの距離ですみたいな、でまあ本人住んでもいいし住まなくてもいいとこだから稼せるし最高だよ。もう常にだって永遠に家賃収入入ってくるんですよ。入ってくる、最高、最高ですね、うん、これはね、うわいいね。俺家ってなった時に、うん、家若いのにと思ったから、そしたら、まあ、じゃあ熊本になんか家建てるのかな。そうだろうか、だからそうなるとオープンハウスの営業所がないと動けないから、うん、と思ったら、うん、福岡にあるらしくて、うん、じゃあ福岡から熊本だったら行けるかとかって思ってたけど、うん、マンションです。そうですね、いいね、うわいいな、一気にいいなとなりました、うん、それ引っ越しですよ1億円の、うん、そうですね、ねえ、うん、っていうところでね、まあ、村上のね、はい、頑張りっていうところも良かったし、はい、でまあ、今年で言えばね、野手で言うと、まあ、一番の塩見はね、はい、まあ、安定的にね、うん、2割後半打ってね、はい、ホームランも2桁打つ活躍っていうところでね、うん、もうレギュラーに勝ち定着したっていうところもあるし、はい、あとはそのね、青木もだんだん年、ね、が来てるんで、まあ、全部出れないっていうところで、それをね、まあ、埋めた浜田とかね、はい、まあ、一発もあるしね、まあ、ちょっと安定感はないけど、あのフルスイングが魅力だし、はい、山崎幸太郎ね、うわいい、こちらは安定感だから、浜田は一発、はい、山崎幸太郎安定感みたいなね、うん、この左右の足もあるし、いいとこで結構打つっていう、そうすごい良かったですね、うん、でやっぱりショートのね、うん、長岡がハマったっていうのもね、はい、大きかったし、うん、で長岡がとね、同期入団コロナ休んでる時に竹岡がね、はい、この負けねえぞっていうこのチーム内競争のね、ヒーローインタビューでももう絶対に負けませんみたいな、ね、そうだから、そういうなんか姿勢がいいね、やっぱチーム内でね、うん、お友達じゃないからね、はい、やっぱそのライバル意識で競争してっていうところも良かったし、はい、あとキャッチャーも、あ、そうそう、キャッチャーもね、うん、中村が抜けた時もね、はい、あの古賀とかね、はい、あとはあの内山とかね、うん、非常に周りのね、うん、バックアップメンバーとしては頑張れたしね、はい、だって内山なんて今ね2割5分前後、はい、でまあホームランも打ってるしね、うん、ここからどうやって成長しているかは非常にね、うん、楽しみな存在でもあるしね、で山田哲人もね、打てない打てない言い方もね、はい、20本以上ホームラン打っててね、うん、打点も60以上稼いで、はい、盗塁も2桁してると、うん、ちょっと打率がね低いから、うん、山田にしてはって言われるけどね、はい、まあ、そういったところでは苦しなまがらもね、うん、まあ、村上を中心とした、ね、はい、バッターね、で、まあ、オスナはねしっかり1年間保てて結果も残したし、うん、サンタナもね早く帰ってこれてよかったね。そうですね、うん、今年ひょっとしたらダメなんちゃうかと思ってたけどね、はい、この帰ってきたっていうところも大きかったしね、本当にだからまあみんなで頑張ったなっていうね、村上選手を中心として、うん、なんかみんな良かったなっていう、みんなが頑張って足りないところを補いながら、ベンチも苦労しながら、ピッチャーもいろいろ抜けながら、うん、本当はバチッと決めたいけどコロナでいなくなって、怪我でいなくなってみたいな形だけども、新しい木澤出てきたね、はい、田口の安定感、小澤サイドスローで先発ね、アクションつけるとかね、うん、はい、まだベテランの石川もね頑張ってるみたいな、うん、で小川が終盤で安定してきたのもかなり大きかったけど、うん、だそういったところでね、うん、このまあ2連覇はね、去年も去年ですごかったけど、うん、なんか今年も違う意味での苦しさの中で、うん、チームが成長しながらなんか一体感持って勝てたんちゃうかっていう、ね、そうですね、うん、でもこうなんかメンバー見るとベテランもいれば若手も結構いるじゃないですか、うんうん、そう思うと来年も楽しみだなっていうような、だって今年多分ね 100% じゃないからね、うん、そうですよね、うん、まあ 70% ぐらいちゃう、うん、チーム力的にはピッチャーも若いじゃないですか、うん、そうだからそういった意味では、うん、来年以降も楽しみだね。そうですね、うん、今年もジンクスが当たりましてですね、はい、なんかありましたっけ。オープン戦、はい、最下位になったチームは、うん、2割の確率で優勝するか、はい、8割の確率で B クラスっていう、はい、2位3位はないっていうね、はい、の中で、はい、2年連続、うん、オープン戦最下位。ヤクルト最下位でしたっけ。今年最下位です。巨人と一緒ですけどね、同率で、はい、お当たってますね。やっぱこのねオープン戦のね最下位は侮れないの。そうですね。ああうわあ、これデータ出しましたもんね、一回出した出した。これなんか動画ね、ああ 20% ぐらいの確率でね、はい、2位3位はないよ、はい、優勝か B クラスなんですよね。そうそう、優勝か B クラス、うん、へえ、見事に優勝、不思議ですね。これはもうプロ野球七不思議にね、はい、認定ですね。そうですね、はい、はい、いやー強かったですね。強かったね、はい、まあでもこれがね、うん、
クライマックスシリーズあるからね。そうですね、うん、短期決戦になったらどうなるかっていう、どうなるかっていうね、はい、ちょっと終盤ね、うん、ヤクルトちょっと調子落としてるからね、はい、優勝したけども、はい、ここからまた上げれるかどうかのクライマックスシリーズ、うん、ちょっと油断大敵よ、ね、これは。ただ村上選手がやっぱりいいところで打って勝つんじゃないかなっていう気もしなくもないですし、そうだね、はい、まあ、そういったところではね、うん、まあ、クライマックスシリーズどこが勝ち上がってくるかっていうのもあるしね、はい、うん、今3位争い激化してるからね、はい、まあ、そういった意味でもね、うん、まあ、でもなかなか決まらなかったけどね、はい、まあね、2連覇、うん、本当にファンの皆さんも含めて、はい、おめでとうございます。おめでとう。